松坂桃李さん主演の映画孤狼の血レベル2の完成披露イベントが行われ、豪華出演者が登場しました。口答えショーンは全員ブダ箱叩き込んじゃる。ええな、あんたもあんたの家族も全員血祭りにあげちゃる。警察とヤクザの激しい攻防戦を描くこの映画で、今回悪魔の男と呼ばれる凶悪なヤクザ上林を演じた鈴木亮平さん。今回試写会で見させていただいて、ありがとうございます。あまりの上林の非道さに正直引いてるんですすぐマネージャーに電話してですね、共演 NG 出したぐらいなんですそんな鈴木さんの存在に気づかずビビりまくっていたのが早乙女太一さん。ジャージにマスクで広島のやべえやつが来たんじゃないかなと思って、鈴木さんって分からずに、はあ、パトロールです。パトロール、はい、そうヤンキーがよく言うやつですよさらに中村獅童さんもすごく怖くて怖かったですよねやめてくださいよ。本当に鈴木さん怖くて僕ずっと足が震えてます。全然そんなことなかったです予告でチンタがですね、上林に思いっきり蹴られるシーンありました。はい、その衝撃は相当だったと思いますが、大丈夫でしたか？折れました。しばらく立てなかったです、ほら折れたって言ってますよ。なんか今日全体的に僕のイメージをダウンさせようとしてますね